こんにちは、こんばんは。今回のトークテーマは、聖女の中で非常に重要な役割を担っている祭司についていろいろと学んでいきたいと思います、はい。まあ、祭司といってもですね、皆さんはそんなにピンとこないかもしれませんが、まあ、実はクリスチャンにとってこの祭司という立場はですね、とっても重要なんですね、はい。まあ、特に今回ですね、ちょっと大祭司と祭司という、まあ、この2つの区別はつけずにですね、はい、まあ祭司職全般についてお話ししていきたいと思います、それではまず最初にですね、祭司の起源についてちょっと考えてみたいと思うんですが、聖書の中ではこの人類で初めて祭司という立場になった人ですね、これ実はアダムなんですね、はい。まあ、旧約聖書の中にアダムが祭司であったと明記されてはいないんですが、この祭司職に関していろいろと学んでいくとですね、燔祭を捧げる立場にある人が祭司であったということが理解できるかと思いますね、はい。まあ、燔祭はこう前回の聖女の学びで触れましたけれども、はい、その中で祭司がイスラエルの民の代表者として、うん、まあ、朝と夕に燔祭を取り仕切っていたということなんですが、はい、まあ、アダムも同じことをしていたんですね。そうですね、まあ、僕はそう考えてるんですけども、はい、まあ、なぜならアダムは息子であるカインとアベルですよね、まあ、2人に燔祭の正しい方法と、まあ、そういう精神を伝えていたんですね。うん、まあ、しかし残念なことにカインはそれには従いませんでしたが、アベルやセツ、ノア、アブラハム、ヨブなどはアダムから受け継いだ燔祭をですね、正しく執り行っていましたので、まあ、彼らも皆初期の時代の祭司職であったかと言えるかと思いますね、はい。まあ、祭司というとこう聖書の中で働いている人という印象を多くの方がまあお持ちだと思いますが、うん、まあ、家庭の中においても先頭に立ってこう神様と家族を結びつける仕事をするのが祭司であるというふうに捉えてもいいということでしょうか。そうですね、はい。まあ、旧約時代はですね、主にその家庭の長である父親がですね、はい、まあ、神の契約者となって、そして祭司の役割を担っていたんですね、うん。そして、まあ、家庭が今度繁栄していくと一族というふうにね、大きくなっていくんですけども、はい、まあ、その契約の知識を今度受け継いでいくのはですね、まあ、その族長となって、後を継いでいく長男だったわけですね、はい。まあ、これがいわゆる長子の特権というものだったわけですね。うん、まあ、ある意味こう家族や一族の行く末っていうんでしょうか、うん、まあ、彼らの模範となってるこの父親ですとか祭司が神様の言葉に敬意を持って、まあ、自らも服従してこう立法に対してはこう人間の知恵とか、うん、まあ、解釈を付け加えたりだとか差し引いたりとかせずにこう完全な形で伝えるか否かにかかっていたということでもあるんですね。そうですよね、まあ、ところで多くのクリスチャンはですね、立法というのは実会のね、モーセの時に初めて与えられたと思っているかもしれませんが、うん、はい、まあ、実は実会が与えられる以前からですね、神の律法というのは存在していたんですね。創世記の39章の9節を読んでいただけますか。この家には私よりも大いなるものはありません。またご主人はあなたを除いては何をも私に禁じられませんでした。あなたがご主人の妻であるからです。どうして私はこの大きな悪を行って神に罪を犯すことができましょう。はい、これはヨセフがポテパルの妻から誘惑を受けた時にですね、まあ、ヨセフが答えたその言葉なんですけども、はい、まあ、その中にですね、どうして私がこの大きな悪を行って神に罪を犯すことができましょうというふうにあるようにですね、ヨセフは十戒が人類に与えられる約200年以上前からですね、この十戒第7条にある姦淫の罪について知っていたことになりますよね、はい。まあ、これはヨセフの父親であるヤコブがですね、祭司として神の契約についての知識をですね、子供たちに伝えていた、まあ、ヨセフもそれをしっかりと伝えられていたということで、はい、ヨセフはこの神の律法を知っていたのではないかと考えられますよね。
まあ、家庭の教育のど真ん中にこう人間の教えではなく、うん、神様の律法が全てのベースになっていたということなんですね。そうですよね。まあ、しかしあのヤコブの時代以降ですね、祭司職はこの父親とか長男というよりも、はい、イスラエルの十二部族のレビ族のものに限定されるようになっていくんですね。まあ、その理由っていうのはイスラエルの民があの偶像礼拝をしてですね、神との契約を捨て去ったからなんですね。まあ、あのシナイ山の麓で金の格子の像を拝んだ事件ですよね。そうですよね。まあ、彼らは神との契約の直後に、まあ、このような偶像礼拝を行ったので、まあ、残念ながら契約破棄となったわけですよね。まあ、その時に祭司の国となる、まあ、そういう資格を失ったわけですね。しかし唯一この偶像礼拝に参加しなかった、まあ、レビ人たちはですね、神との契約を維持する、まあ、そういう特別な立場として、まあ、今後聖女の務めに携わるようになっていきますね。そして特にアロンの家系の男子がですね、神から祭司職に任命されたんですね。まあ、そのレビ人について出エジプト記の32章の26節を読んでいただけますか。モーセは宿営の門に立っていった。すべて主につく者は私のもとに来なさい。レビの子たちは皆彼のもとに集まった。はい。まあ、このようにですね、イスラエルの民が祭司職を担う者としての自覚がなく、まあ、簡単に神との契約関係を破棄してしまったので、神はこの忠実なレビ人だけを神の契約者と認められたんですね。まあ、神様は忠実なものしか用いることができないということに、まあ、私たちはもっと心を向けなければならないのかなと思うんですけども、はい、まあ、今日は特にこの祭司の話ですが、うん、まあ、民の指導者として立たされた祭司が神様に忠実でなくなったならば、まあ、神様によってでその職務から解かれてしまうということは、この上に立たされている人の責任がいかに大きいのかっていうことも分かりますね。そうですよね。まあ、あのエサウってね、いましたけども、はい、ヤコブのお兄さんですね。まあ、彼も本来だったら長男ですので、はい、まあ、そのような祭司の、まあ、後継ぎですかね、そういう立場に立てるはずだったんですが、まあ、彼は神との関係を維持して、まあ、模範者としてですね、神に忠実に生きていくというよりも、まあ、むしろ自由気ままにですね、生きていきたいっていう、まあ、目先のことだけを優先したので、はい、結局祭司の立場に立ったのは弟のヤコブでしたよね。はい。まあ、神よりも大切なものがあるということならば祭司にはふさわしくないっていうことになるかと思いますね。まあ、そういえばあの大祭司エリの2人の息子たちも祭司でしたが、うん、はい、まあ、彼らは聖女の儀式をこう軽視して、うん、まあ、職権乱用であらゆる欲を満たしていましたよね。うん、まあ、でも最終的にはこう神様が彼らの命を取ることで、うん、まあ、その任務からは降ろされましたが、父親のエリはこう、うん、民のための祭司としてはきちんと、まあ、務めを果たしていたかもしれませんが、うん、まあ、自分の家庭での祭司としての役割は忠実に果たせなかったということなんでしょうか。そうですよね。うん、まあ、この息子たちの不貧困ですね、はい、エリは厳しく注意することをしませんでしたからね。まあ、これは神の職務を全うして、子供たちを祭司から下ろすということよりも、まあ、むしろあの、まあ、彼の人間的な、まあ、情といいますかね、はい、まあ、情けによってこれらの罪を、まあ、大したことではなかったようにですね、まあ、神の律法を軽率に取り扱ったっていう、まあ、悪い例ですよね。まあ、本当の意味でこの神様と息子たちを愛しているのなら、うん、まあ、罪に対して怠惰であるはずはないですよね。そうね。まあ、愛は見ないふりをしてこう平和を保つことではないですし、うん、まあ、彼らは祭司といういわばまあ聖職者であったわけですから、うん、まあ、常に罪に対しては人一倍敏感でいなければならなかったということでもあるんでしょうか。そうですよね。はい。まあ、さて次にですね、祭司の素晴らしい特権についてちょっと考えてみたいと思いますね。はい。まあ、祭司はこの神の契約者として、まあ、預言者と同じ特権が与えられていたんですね。うん、まあ、それは聖女の中で、
神に対して直接嘆願することができるという立場であったということですね、はい。まあ、この預言者や祭司の特別な働きの中にですね、まあ、そういう神に直接嘆願する取りなしという働きがありますが、はい。ここで出エジプト記の32章の30節から32節まで読んでいただけますか。あくる日モーセは民に言った。あなた方は大いなる罪を犯した。それで今私は主のもとに登ってゆく。あなた方の罪を償うことができるかもしれない。モーセは主のもとに帰って、そして言った。ああ、この民は大いなる罪を犯し、自分のために金の神を作りました。今もしあなたが彼らの罪を許されますならば、しかしもし叶わなければどうぞあなたが書き記された文から私の名を消し去ってください。はい。まあ、この取りなしとはですね、簡単に言えば関係が破綻している者たちの間に入ってですね、まあ、その仲を取り持つということなんですね、はい。まあ、この時はですね、先ほどの金のこの子牛の像の件で、はい。イスラエルの民が神との契約を破ったので、うん、まあ、彼らと神との関係は破綻してしまってたんですね、はい。しかし預言者であるモーセはですね、彼らの罪を許していただくために神に直接嘆願して、まあ、彼らの罪の取りなしをしたんですね。まあ、このように、まあ、預言者というのはですね、例えば預言者エレミアとか、はい、預言者ダニエルとか、こういう預言者みんなですね、イスラエルの民の罪の告白と、まあ、彼らの罪の取りなしをしているんですね。一つちょっと確認しておきたいんですけども、エレミア書の14章の7節から9節を読んでいただけますか。主よ、我々の罪が我々を訴えて不利な証言をしても、あなたの名のためにことをなしてください。我々の背信の数は多く、あなたに向かって罪を犯しました。イスラエルの望みなる主よ、悩みの時の救い主よ、なぜあなたはこの地に住む異邦の人のようにし、また一夜の宿りのために立ち寄る旅人のようになされねばならないのですか。なぜあなたはうろたえている人のようにし、また人を救い得ない勇士のようになされねばならないのですか。主よ、あなたは我々のうちにいらせられます。我々は皆によって呼ばれているものです。我々を見捨てないでください。はい。まあ、ここでエレミアが罪を犯したわけではないのに、エレミアは我々の罪と言ってますよね。はい。まあ、そしてこの祈りの最後にですね、我々を見捨てないでくださいと言ってますが、まあ、これは先ほどのモーセの取りなしの祈りと同じ内容に見えますよね、はい。そしてここでポイントなのは、彼ら預言者はイスラエルの民の罪をですね、まあ、さも自分の罪のようにして取りなしをしているということなんですね。これは心の底からこのイスラエルの民を愛し、そして罪を犯した彼らを憐れんでですね、まあ、非常に、まあ、そのような高潔な品性の状態を表しているわけですね。そして、まあ、この取りなしの祈りの究極的場面はですね、やはり十字架のキリストの言葉になりますね、はい。ルカの23章34節を読んでいただけますか。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。まあ、このように神に直接誰かの罪を許していただくための罪の取りなしは、預言者や祭司に特別に与えられていたんですね。まあ、特に祭司は聖書の中でこの重要な働きを担うために立てられていたと言ってもよいかと思いますね。祭司が聖書の儀式に携わるよりも、もっと大切な働きがあったということなんですね。まさにそうなりますよね。さて、聖書の中で財祭という儀式がありましたよね。覚えてますか？はい。イスラエルの一般改宗が悔い改めるための儀式でしたよね。はい、そうですね。まあ、実は祭司のための財祭っていうのもあるんですね。それは祭司も罪人だったので、まあ、罪を犯すこともあったということなんですけども、まあ、ただし神の契約者である祭司が罪を犯した場合はですね、
一般回収よりももっとより複雑な財産になりましたね。まず犠牲の動物がですね、はい、羊とかヤギではなくて牛なんですよね。牛一頭ですか。はい、そうですね。あ、やはり祭司は立法に精通していた分だけ、うん、その罪の責任も多く求められたんですね。そうだと思いますね。うん、まあ、しかもあの一般回収の財祭は外庭でなされたのに対して、はい、祭司の財祭はですね、聖所の中にまで入っていって、そして、司聖所と、まあ、第一の部屋、この二部屋ありましたけどね、はい、まあ、その仕切りがありまして、帳というね、うん、まあ、その垂れ幕の前にですね、7回血を振りかけたり、また、香壇の角にですね、犠牲の血を塗ったりする必要があったんですね。うん、まあ、その様子がレビ記4章の3節から7節まで書いてありますから、読んでいただけますか。すなわち油注がれた祭司が罪を犯して咎を民に及ぼすならば、彼はその犯した罪のためにオスの全き子牛を財祭として主に捧げなければならない。その子牛を会見の幕屋の入り口に連れてきて主の前にいたり、その子牛の頭に手を置き、その子牛を主の前でほふらなければならない。油注がれた祭司はその子牛の血を取って、それを会見の幕屋に携え入り、そして祭司は指をその血に浸して、聖所の垂れ幕の前で主の前にその血を7度注がなければならない。祭司はまたその血を取り、主の前で会見の幕屋の中にある香ばしい薫香の祭壇の角にそれを塗らなければならない。その子牛の血の残りはことごとく会見の幕屋の入り口にある燔祭の祭壇のもとに注がなければならない。はい、まあ、先ほどから祭司はこうきちんとしてないといけないとか、うん、模範でいなければならないっていう、まあ、話をしていましたが、はい、まあ、祭司も人間であり罪を犯してしまうわけですから、うん、神様の御前にきちんと罪の悔い改めと、まあ、その表明として儀式を行ったわけですね。そうですよね。まあ、ですから聖所に出入りする祭司はですね、まあ、必ず心を吟味して、まあ悔い改めてですね、身を清めつつ神の御前に進み出なければならなかったわけですよね。まあ、おそらくそういった祭司の悔い改めの儀式すら、うん、こう人々にとっては模範となったのではないでしょうか。そうですね。自分たちの上に立たされている立場の人の、うん、この心砕かれた悔い改めを見るときに、うん、まあ、人々は罪に対してさらにこう厳粛で、まあ、これを軽視してはいけないものだっていう認識ができたのではないでしょうかね。そうですよね。まあ、祭司の模範ってこうただ外面的に立派に振る舞うことだけが模範なのではなくて、うん、まあ、この悔い改めの姿を見せることもまた模範なんだと思いますね。そうですよね。まあ、さて祭司の財産についてですが、はい、まあ、実はこの儀式にはですね、もう一つの側面があったんですね。それは祭司が一般回収個人の罪をさも自分が犯した罪のようにして背負って、祭司自身の財産の時と同じ方法でもって一般回収個人の罪を聖所に移していたということですね。まあ、これが祭司が聖所で行う罪の取りなしだったんですね。なるほど、うん、まあ、要するに祭司の財祭は祭司自身の罪の場合にする時と、うん、まあ、一般回収の罪を背負ってするこの2パターンがあったということなんですね。そうですね。まあ、ですから預言者と同様に祭司もまたキリストの高潔な愛の精神が必要になってくるんですね。まあ、そう考えたら簡単に取りなしをするとは言えなくなるんですよね。なぜならその人の罪をさも自分の罪のように嘆いて、その人の救いのためにどれほど真剣に神の御前に祈れるかということになるからですね。まあ、相手の罪を見て、こう自分の中にも同じような罪が形を変えて存在しているっていうことを思うときに、まあ、こう誰々さんの罪を許してくださいという、 こういわば他人事としての取りなしではなくて、こう誰々さんの罪は私の罪でもあります
どうぞ私たちをお許しくださいという、まあ、祈りになっていくんでしょうか。そうですよね、まあ、こういう精神が持てるようになった時には私たちも現代の祭司として本当の取りなしができるようになるかと思いますね。まあ、旧約時代から祭司は神の契約者であると言いましたが、はい、今神と契約を結んでいる人たちがその祭司の役割を担っているんですね、はい、しかしここで重要な点があります。それは神の契約の条件である神の律法に留意する必要があるということですね、うん、まあ、言い換えれば現代の祭司は今もなおモーセの実戒を高めて神の助けによってそれを守るために神に頼り続けているということですね、うん、まあ、この現代の祭司群というのは、うん、ある特定の人たちで固められているということではないんですね。そうですね、まあ、現代の祭司というのはまず神との契約条件であるモーセの実戒を高め、うん、そして神の贖罪、まあ、すなわちキリストの犠牲による贖いについての知識を持ち、それを実際に自らに適用するためにキリストに対する信仰によって神から力を得る人ならば、誰でも神の契約者となって現代の祭司の立場に置かれるということだと思いますね。私たちクリスチャンは実は自分たちが祭司という立場に立つべきものであったということをこう認識せずにクリスチャンライフを過ごしていたかもしれませんが、うん、先に神様をこう信じるようにしていただき、その御言葉やこう聖書理解に触れる機会を与えられたものとして、家庭の中や世の中に対してしっかりとこう職務を果たしていきたいですね。そうですね、はい。さて、いよいよ次回は聖書で最も重要な儀式である大贖罪日について、学んでいきたいと思います。はい、ぜひ次回もお聞きください。今日も最後までご視聴くださりありがとうございました。それではさようなら。さようなら。